新東村は群馬県のほぼ中央部、春名山の登録にある村。群馬県は東国における古代文化の中心として、数多くの古墳、及び遺跡から出土する埴輪が知られているが、ここ新東村も中小の古墳が散在する。特に高塚古墳は全長60メートル、6世紀に作られた中規模の前方公園墳で、県史跡に指定されている。 もともとは農業を中心とした産業構成だが近年は前橋、高崎、渋川といった近傍の都市のベッドタウンとして人口は増加傾向にある。また村内には陸上自衛隊の相馬ヶ原駐屯地がある。師団旅団司令部がある自治体としては唯一の村である。同駐屯地は隣接して相馬ヶ原演習場、飛行場があり、 ヘリコプターが上空を飛んでいるところがよく見られる。2009年5月5日に、富士見村が消滅したことに伴い、県内で最も人口の多い村となった。日本全国の村の人口順位では9位である。昭和の大合併により1957年3月30日、北群馬郡桃井村と群馬郡相馬村大技、広場場が合併して、桃井村が誕生。 その後、村名を公募し、1959年8月1日に、現在の村名となった。また、この合併の時に、旧三里町か柴木沢の小学生が、新東村の相馬小学校へ越境中学するといった問題が発生した。平成の大合併では当初、渋川広域県の合併協議に参加していたがほど、なく離脱。 その後2004年になって、吉岡町との一町一村による合併を目指して、任意合併協議会を設立したが、新庁舎の問題や住民意見との会議が表面化し、協議会は解散となった。ありがとうございます。